とんでもない場所見つけました。五連の鉄棒がある公園を見つけちゃいました。こんにちは、無重力のマサトです。今日は新たなトレーニングスポットを求めて、鉄棒探しの旅に出ようと思います。僕は大阪に来て、ほとんど、いつも自分のジムの屋上でトレーニングをしているんですけど、他にも、トレーニングができる場所をちょっと探したいということで、今から、行き当たりばったりで、この自転車に乗って、公園、鉄棒のある公園を今から探していこうと思います。まあ見つかるかわからないですけど、今から、いろいろちょっとブラブラしながら、鉄棒探し行ってきます。イエーイ。はい、公園見つけちゃいました。30分ぐらい、自転車こいてたら、かなり立派な鉄棒を見つけることができました。ではこれは大発見ではないんでしょうか。ここおそらく大阪の人もあまり知られていない場所だと思います。この公園の名前は、新森北公園という、公園です。ということで今からこの鉄棒を使ってちょっと、トレーニングやっていきたいと思います。はい、まず高さは、こんな感じです。手を伸ばしたら、ちょうど届くかなというぐらいの高さです。まあ僕はこのぐらいだと、ちょうどいい高さかなと思います。ちなみに僕の身長は165センチです。まあ、それではまず、一発目、やっていきたいと思います。はい、まあファーストインプレッションとして、まあまずまずです。まあ普通にフリースタイルは行えるのではないのかなと思います。ということでやっていきます。はい、この鉄棒、触ってみた、感想なんですけど、まあ、鉄棒自体はかなりやりやすかったです。しかし、何個かちょっと、やりにくい点がありました。一つ目なんですけど、少し鉄棒の幅が、狭いかなと思いました。ちょっと幅が狭い分、窮屈に感じちゃいました。そして二つ目なんですけど、2つ目は、鉄棒の後ろの幅が少し少ないです。ちょっと後ろ段差になっているので、そこ段差をね気をつけながら、行わないといけないっていうのがねちょっと、やりにくいかなと感じました。そして3つ目なんですけど、3つ目は、上に
木があるの、お分かりになると思うんですけど、この木が、ちょっと邪魔になって、まあやりづらかったかなと思います。足をね出した時とかに、草に当たったりしていたんで、まあその面はちょっと、やりにくく感じましたが、まあそれ以外は、かなりいいなと感じました。何より、鉄棒の、見た目もかなり、綺麗だと思います。ここでパフォーマンスやってもらえると、かなりいい映像を撮れるんではないのかなと思います。僕もねちょっと今回は、1回目ということで、あんまり思いっきりのパフォーマンスができなかったんですけど、ちょっとこれから、何回かここを来させてもらって練習したいと思います。そしてこの場所で映像を撮っていきたいと思います。この場所、本当に偶然見つけました。自転車を漕いでいたら、偶然パッて見たら、5連の鉄棒があるということで、驚いてもうねもういても立ってもいられず、すぐに、触っちゃいました。はい、というふうな感じでこれからも大阪の鉄棒巡り、まだ発見されていないような場所をいっぱい見つけていきたいと思います。もし、いい場所あれば、鉄棒情報を教えてください。そして皆さんもしよければこの場所、利用してみてください。概要欄に、住所貼っておきます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、どこでもプランシェです。Come on!